サイモン・フミです。アンアン50周年ということでおめでとうございます。アンアンが創刊された頃は私は、まだ田舎の中学生 で初めて創刊されたアンアンを読んで、すごくかっこよくてちょっと不良っぽくて、すごくよく覚えてるのが、当時活躍されてた人たちが自分の愛用のパンツを一堂に写真付きで、1ページ全部に並べるようなコメント付き でちょっとエッチでなんてとんがった雑誌だっていうのがものすごく印象に残ってます。でその後90年代に入って、私はエッセイの連載をさせていただいたり、あとなんか恋愛特集の対談で秋元康さん、林真理子さんと対談する機会が非常に多くいただきまして、まあ、その二人との対談はもう、勉強させていただいて楽しくて、でその後対談の後の食事会っていうのがまたこれもまたゴージャスな食事会になり、実は対談の内容ほとんど覚えてないんですけど、食べたものは今でもすぐさま思い出せます。本当に楽しい、私とアンアンとの関わりだったなって思います。アンアンで撮影があるときは一流のヘアメイクの方とスタイリストの方でおしゃれさせていただいて、で普段はもう本当に当時まだ子供が小さくて、漫画の連載も抱えてたんで、アンアンの撮影で都心のスタジオに行くときがなんか唯一の私の息抜きというか、あの晴れの舞台みたいな時で、そこで本当にヘアメイクして用意されたお洋服を着てカメラの前に立つのが本当に、一番の楽しみでした。でまたそういうのなくなってまた引きこもって漫画描いてる日々です、今は。アンアンは本当に50年間ずっと日本の女性を引っ張り続けてくださって、その姿勢をずっとこれからももう100年目指して頑張ってほしいと思います。アンアン。